ところがありますね。こちらが今赤の紐、中西和樹選手、国士舘大学の3年生、先日の全日本学生体重別選手権では準優勝しています。国士舘大のポイントゲッターですね。一方こちらが初出場、中国岡山県警察の所属です、大滝大和選手。出身が国学院大学。この試合は両者右組みの相四つという情報です。この中西選手は淡々としてますが、いい選手ですね、はい、大滝選手、先制攻撃、片襟をまず持って大内刈りですか、前に出てきました中西選手。しかし引き手を抑え返して、それを大滝選手が嫌っていったんリセット。中西選手は東京地区予選では素晴らしい出来でした。熊代雄介選手を背負い投げ一本で破って、この大会の出場を決めています。踏み際に来ますね、はい、中西選手変えましたね、はい、袖を持っていたのを両襟に変えました。大滝選手応じて上腕を抱えて浮き技から、これは腕しぎ十字固めを狙おうとしたんでしょうか。そうですね、前三角ですね、はい、前三角ですかね、はい、はい、表からの三角を狙ったんですが、これうまいですね、ました、抑え込みになるんじゃないですか、そのままなりますかね、胸がちょこっとしたらもうちょっと半時計回りに回るともう、はい、ね、あ、もう抑え込みですね、はい、うまい。この立ち技の両襟から連動してるのが素晴らしいですね、はい、左の膝の使い方がうまくて、はい、相手が体を切れないんですよね、はい、いわゆる片足担ぎという技術に近いような形で、そうですね、片足担ぎですね、はい、解けましたが、これは技ありが入りました。17秒が経過しています。あと3秒で試合終わったんです、ね、いやー、そつがないですね、はい、捨て身技1個ここまで成果を拡大してしまいました。寝技の重要性が分かりますね、はい、指から出血があったんですね、はい、そうですね、もうなんか体の線もそんなにあれですし、淡々としてるんですよね、試合上で。そうですね、だけど度胸の良さというか、はい、こう佇まいと柔道にちょっとギャップがあるというかそういう選手ですよね。淡々としてるところからドーンと強い技をかけてくる、非常に魅力的な選手です。あれを先ほどの寝技のシーンも少し相手に攻め込まれているのかなと見られるところから、しっかり上を決めてこう移行していくところなんか、非常にやっぱ寝技をしっかりやり込んでないとこういった対応ってできないと思いますし、そうですね、そこは非常にその国士舘大学、そうですね、寝技っていうのがすごい、単に立って回避しないできちんとつないでいきましたもんね。そうですね、だからそういったところが本当に非常にうまいなと思いました、はい、大堀高校ですよね。片足担ぎをしながらこう首へのプレッシャーを解かないところが本当に抑え込みにつなぐんだという強い意志を、はい、右手でしっかり指で、ね、はい、決めて、ね、上半身しっかり抑えて無理に動かず、はい、こう固めるところからっていうところが、そうですね、左膝が腰に当ててるんですよね、はい、だから逆に私が時計回りにと言いましたけど、逆にあそこ回ってしまうと緩んでしまうんですよね。そうですね、その辺の決め方が非常にうまかったですよね、はい、寝技はいい時には続けるというのが鉄則ですから、本当に鍛え込まれています中西選手。再び仕切り直し、ちょっと大滝選手ビハインドから手順を飛ばして組みつこうとしたんですけど、中西選手が綺麗にブロックしました。大滝選手今度はあえて釣り手から右手から持ちますが、担ぎに行ける体勢ですね、行きましたね、それを利用して煽って肘に中華に手を入れながら、はい、片袖を押し込む形の背負い投げ、鮮やかな一本、まあ、言っ
でそう見えますけど上からそれをパッとできるっていうのが、はい、そうですね、はい、間もなくスローが出ると思います。お二方にぜひ解説をいただければと思います。これですね。釣り手持たれた持った釣り手を相手が持った釣り手をテコにして投げたわけですね。素晴らしいタイミングでしたね、はい、もう本当に基本の背負い投げっていう形で本当に左にこう移動しながらリズムよくっていうところがすごくもう上手かったですね、はい。